日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは、双日総合研究所チーフエコノミスト、吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、七時またぎ、取り上げるニュースはこちらです。イスラム組織ハマスが、エジプトとカタールの休戦案を受け入れると表明。イスラム組織ハマスは6日、エジプトとカタールに対して、イスラエルとのガザ地区での戦闘について、休戦案を受け入れると伝えたと発表しました。一方、ロイター通信によりますと、イスラエルの政府高官は、ハマスが受け入れた休戦案について、イスラエルは受け入れがたいと発表しております。イスラエルはまあ未承諾とこういうことのようでありますが、まあ、でもかなり状況煮詰まってきている感じはありますね、はい、まあ、これからエジプトで両国の代表が入るという話ですけれども、なんとかまあ、はい、止まってくれるといいんですけどね。というのはこれもうアメリカが持たな国内が今ちょっと持たなくなってきていて、はい、アメリカ国内今何かというとキャンパスプロテストの話で持ちきり。キャンパスプロテスト、まあ、学園紛争ですな、はい、だからもう学園紛争っていうと、もうこれは1968年が戻ってきたとかっていう話まで出てきてて、はい、1968年でなんだっけっていうと、まあまあ、あのベトナム反戦運動で、はい、もう全米の大学がもうみんなあのデモ隊に占拠されてっていう、うんうんうん、でただこれあの今のバイデン政権にとってはね勘弁してくれっていうような話なんです。というのはもう重なるんです。1968年とこの2024年って、はい、現職大統領がリンドン・ジョンソンで民主党なわけです。はい、でこの、このリア・ジョンソンが年の3月になってごめんやっぱり再選目指さないって言い出すわけ。どうすんだどうすんだって言ったらロバート・ケネディが手を挙げてくれて、はい、やったロバート・ケネディがならいけると思ったら暗殺されちゃう、うん、そういう年なんです。で、はい、結局その年どうしたかっていうと、シカゴで党大会があって、もうこれがもうぐちゃぐちゃのことになって、で、はい、ベトナム反戦運動をやってる若者たちは、ユージン・マッカーシーっていう反戦候補を担ごうとするんだけど、結局それはダメで、まあ、無難な結末なんですけど、ヒューバート・ハンフリーっていう副大統領を候補に、担ぎ出すんだけど、ジョンソン政権の副大統領、はい、これがニクソンに負けちゃうと。もうで共和党ニクソン、しかも今年もね、はい、民主党大会シカゴなんです。おお、弦、ね、が悪すぎ。なるほど。頼むから勘弁してくれっていう感じなんですけど、結構あのこの件に関してアメリカのメディアの報道を見てると面白いなと思うのは、まずね、彼らを何て呼ぶか。いいかがまだ定まってない。ほう。だから平和デモと呼んでみたりね、はい、新パレスチナデモがまあ一番多いんですけど、まあ、正直言ったらこれ反イスラエルデモだろう、はい、うん、ただあのちょっとその名前をどう呼ぶかというところからもうみんなちょっと腰が引けちゃって、あ、うん、まあ、悪く言えば若者に媚びてるっていう感じもあるんですよね。これやっぱりメディアのスタンスによってその呼び方が変わったりするわけですか。あのこれはでもねリベラル派が困っちゃってる、はい、はあ、だって若者たちをちょっと落ち着いてもらわないと、はい、バイデン、トランプに負けちゃうわけですよね。であの時のまたニクソンとトランプが微妙に重なるんですよね。ニクソンは法と秩序が大事だとはい、ね、言ってた。で、トランプもまあ、あの、もともとそういうこと言うじゃないですか。言う、そうですね。で、はい、で、トランプは、あの時、ニクソンは、はい、私はベトナム戦争を終わらせる秘密のプランがある。おな、もちろんプランなんかなくて、単にキッシンジャーに任せりゃいいと思ってただけなんだけど、はい、あのトランプも、はい、私が大統領になったら、すぐウクライナ戦争は終わる。うんうん、24時間以内に終わらせると。とか、なんか、本当に、はい、変に重なるんで、はあ、やばいなと。
で、あの当時ニクソン大統領のその一連の手法をマッドマンセオリーなんて言って、何やるかわからないぞこいつっていうのを出すと、まあ、この辺トランプさんももしもしトラ何やるかわからないみたいな、またあのもともとやっぱトランプさんっていろんなところでニクソンと重なるようなところがあるんですけれども、はい、これだからあのもうニューヨークタイムズなんか見てると、もう本当にね、あの腫れ物に触るような感じになってて面白いんですけど、あのニコラス・クリストフっていう有名な記者がいて、はい、まあ、この人は元東京支局長もやってた、まあ、今や重鎮と言っていい人なんです、はい、この重鎮がオピニオン欄で何書くかというと、はい、君たちの道徳的野心を尊敬するみたいなことを、大体大人がそういうことを言うときは信用しちゃいけないと思うんですけど大人が若者を持ち上げるときには何か裏に魂胆があるだろうとで我々はベトナム戦争世代だと、あ、なるほど、ね、で、はい、我々はやっぱりあの戦争間違ってたしね、そのようによって我々今の価値観を作ったんだけど、はい、でも我々やっぱ止められなかったんだ戦争をと、その歴史はちゃんと学んでほしいみたいなことをね書いてるんですけど、暗に君らそんなでもちょっと無駄だぞみたいなことを、そうそうそう、でもそこまで直接的には書けない、いや本音は喉元まで多分出かかってるのは、はい、俺たちと一緒にするなと、うん、俺たちの時は徴兵されるかどうかっていう、あ、はい、それがかかってたんだと、自分たちの命もかかった部分があるんだと、自分たちが生かされるかもしれなかったし、はい、そう嫌な人はカナダに逃げたりしてたんだと、お前らみたいなそんなあのアマチャンじゃなかったんだぞということは多分ね、喉元まで出かかって言えない。なるほど、そういう複雑な感情が、このアメリカ社会をめぐる情勢、7時またいで続いてまいります。ニュース7時またぎです。5月7日火曜日、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。おはようございます。日本放送新井一華です。今朝のコメンテーターは総実総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。七時またぎ前半戦は、まあ、イスラエルとハマスの戦闘をめぐっての話から、アメリカ国内の話に入ってまいりました。で、アメリカ国内の話というとこちらのニュースになります。アメリカ大統領選挙まであと半年、11月5日に投開票が行われるアメリカ大統領選挙まで、5日であと半年となりました。アメリカの政治情報サイトリアルクリアポリティクスによりますと、5月2日時点の各種世論調査の平均ではバイデン大統領支持が 45.1%、 トランプ前大統領支持が 46.6%、 その差わずか 1.5% という差となっております。まあ、これは完全にそのね、あのプロテストの話からの続きということになりますが、はい、まあ、バイデンさんにとってはこの学園紛争ということで足を引っ張られているわけなんですけど、トランプさんはですね、あの裁判やってる最中 でやっぱ裁判って始まってみると本当大変だなと思うのは、なんか週平日5日のうち4日ぐらいあのもう法廷にいなきゃいけなくて、でなおかつトランプさんにとって辛いのは、はい、黙って聞いてなきゃいけない、あ、声出しちゃいけない、うん、あの被告人だから、でいろいろまたそこであのまた外で喋ったりすると、はい、あのまた裁判官から怒られるとかね、なんか罰金食らってますよね。そう、いやそりゃそうだ、だって裁判の被告人なんですから、うん、あの元大統領だけど、はい、でそんなことやってるから、今だからちょうど2人とも足引っ張られてる状態なんですが、うん、ただあのもうぶっちゃけで言っちゃいますとね、はい、あのこれあと半年なわけですよ、11月5日なわけですよ、はい、で日本でよく出てくる話は、今日が投票日だったらどっちが勝つかってことをみんな言うわけですけど、今日が投票日なんてことはありえないわけですよ、中にはですねやっぱり9月になったら考えようかなって人が3分の1ぐらいいるわけですよ。だから3分の1がまあもう絶対トランプだって言ってて、はい、3分の1がもう絶対それだけ勘弁して、もうトランプでもあのバイデンでも我慢するからみたいなことを言ってる人がいて、いや別に興味ねえよっていう人がやっぱ3分の1いるんで、はい、あんまり今の時点でこの数字を積み上げても意味ねえよなっていうのがまあ
ちょっとこの、まあ、アメリカ政治ウォッチャーが集まると、割とそういう、あなんかね、うん、なるほど。まあまあ、聞かれるけど、この時期からもうすでに聞かれるけどと。そうそう。だって、日本人だって、はい、それは総選挙次いつか来るって分かってるけど、そうですね。その時どの党に入れるかってまだ決めてないでしょ、ほとんどの人は。まあみんなかどうか分かんないですけど、うん、ね、せめて告示されてからとか。いややっぱそのね、岸田さんがどうするのかとかね、はい、やっぱそれを見た上で決めようとかって思うんで、だからアメリカ大統領選挙もそれはやっぱりまあ、よく言う9月の第一月曜日のレイバーデー、今年は2日だったかな、はい、まあ、それを過ぎてから考えようかなっていう人がいるんで、まあでもね、我々としてはやっぱりそれね、考えないわけにもいかなくてね、なんせね、もしトラになった時のリスクがあまりにも高すぎるんで、そこをどう考えるか、いやー本当ね、だからいろんな形で皆さん保険をかけるわけですよね、はい、麻生さんも会いに行ったりね、会いに行ってみたり、うん、はい、面白いことにいろんな人が会いに行ってんですよね、トランプのところに。でトランプさんも今裁判でもうそうだなくても面白くないから、はい、誰かが会いに来てくれたらもうそれだけで嬉しくて、なんか、麻生さんのことは心臓を通して、うん、よく知っている、ね、で心臓は偉大なやつだったみたいなことを言って、まあまあ、我が国としてもこれは貴重な保険だと思うんですけど、はい、まあただ保険は掛け捨てが望ましいと。なるほど、できれば。まあね、キャメロンイギリス外相、はい、元首相が行ったりとか、はい、ヨーロッパからもいっぱいいろんな人が行ってたりするらしいですもんね。そうですね。まあ、あと面白いのは政策の中身でも、いろいろ保険かけようっていう動きがあって、はい、まあ、先月 の岸田訪米の時に、斉藤健経済産業大臣が一緒に随行して、はい、まあ、向こうで商務長官がカウンターパートになるんですけれども、うん、ジョン・ポデスタっていう気候変動担当の人と、はい、閣僚会合をやってるんですよね。でこれがね、面白い動きだなと思ったんですけど、アメリカ側には今 IRA インフレ抑制法、はい、っていう、まあ、気候変動の予算が、はい、3800億ドルだから45兆円ぐらいあるんですね。すごいな。でも日本も GX 債っていうのは発行したんで、はい、グリーン移行のための予算って20兆円ぐらいあるわけなんですよ。でこの2つの予算を相互に、はい、まあ、うまくシナジーを目指しましょうみたいな話をしてるわけです。まあ、これつまりアメリカの予算を使って日本企業が、はい、例えば再エネ事業をアメリカでやるとか、はい、あるいは、まあ、日本の予算を使って、まあ、アメリカ企業がやるみたいなことをなるべくやっとけば、この後トランプ政権が出てきても、はい、止められねえだろう。あ、もう予算執行しちゃってますからと。そう。いや、もう始まってるんです。評判いいんです。うん、でしかも、相手、外国企業なんです。どうするんですか、これ撤退させるんですか、ってことにして、はい、これも一つの、まあ、トランプ対策と。だから、まあ、私はそれフックをかけるっていうふうに、はい、呼んでるんですけど、日米がフックをかけていると。なるほど、煮崩れが起きない。煮崩れが起きない。こう、だから、まあ、これはでも悪くないっていうか、まあ、前向きな動きかなと思うんですけど、いろいろね、やっぱ皆さん、いろんな保険のかけ方っていうのはあるもんで、お、まあ、日米の連携相当強めるって、安全保障の面でもと、で艦艇の修理とかも日本でやるとか、いろんな話が出てきてますよね。あの辺もやっぱりこう、アメリカファーストになってもここは約束してるからねみたいなフックなわけですか。もう事実上事業をスタートさせてしまえば、はい、なかなか止められないだろうっていうのがあるみたいですね。そして、まあ、岸田総理のゴールデンウィークの海外出張に関しては後ほど、はい、おはようニュースネットワークのゾーンでまた取り上げてまいります。おはようニュースネットワーク、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が3カ国の歴訪を終え帰国。
岸田総理大臣は今月1日から6日間の日程でフランス、ブラジル、パラグアイを訪問し、各国の首脳と会談を行い、国際秩序の維持に向けた連携を確認しました。そして昨日6日午後、政府専用機で羽田空港に帰国をしたということでありました。まあ、駆け足で回ってきたということでありますが、この海外出張をどうご覧になりますか？はい、まあ、フランスはOECD、はい、閣僚会議。まあ、これたまたま今日本が議長国であるというのと、日本が加盟して60周年だということで、はい、まあ、そこで演説もすると、それから、まあ、ブラジルは今年 の G20 の議長国なんで、はい、まあ、今年の、まあ、キーとなる鍵です国ですよね。うん、でルーラ大統領と脱炭素に関する協業の枠組みを立ち上げっていうニュースがありましたけど、はい、まあ、これも一種のモシトラ対策。つまりブラジルにとってはやっぱりルーラ大統領ってのは左派、はい、まあ、アマゾンの問題もあるから、グリーン化をやりたいわけなんです、はい、これででも、うん、トランプ政権だったらまずいんで、うん、今のうちに日本と何かしとこうっていう、ね、なるほど、世界中でこのモシトラ保険をやってるなっていう感じがありますね。なるほど、うん、で、まあ、パラグアイに関しては、ここは台湾とも近い国だというようなことも言われますか？そうですね。ほとんどもう残り唯一になっちゃったんじゃないですかね。昔は中南米結構多かったんですけど、大きな国ではもうパラグアイぐらいですね。まあ、そしてね、一方で、フランスに行った岸田さんの直後に、うん、習近平中国国家主席がマクロン大統領と会って、うん、首脳会談も行ったということでありました。うん、そうですね。まあ、フランスにとってはやっぱり経済的な利益が大きいというのと、はい、あと、まあ、ウクライナ戦争の停戦に向けても完全に手詰まりになってきて、まあ、中国に期待をかけているというところがどうも強いように思いますね。まあ、今年フランスはオリンピックの開催国でもあるということで、うんうん、オリンピック期間中の停戦などの提案もあったと、まあ、習近平氏側から出てきたらしいですね。まあ、これに関して言うと今年6月、はい、あ、もう来月ですね、来月の G7 がイタリアで行われるんですが、その、はい、13、14、15の翌日から、はい、スイスで、はい、ウクライナ和平会議を開きましょうと、ただプーチンがそこに来るという話はないんですけれども、まあ、そういう、まあ、平和構成みたいなことをいろいろ仕掛けていると。ただどうですかね、もうあと今週5月9日がロシアは、はい、対独戦勝記念日ですから、まあ、そこで、まあ、プーチンさんがどんなことを言うのか、はい、ってなことも含めて要注目ですね。そこのパレードでね、うん、どういったものが出てくるのかっていうのが毎年注目されてるところですもんね。結構ね、1年目の時なんかはもう戦車もあんま出てこなくて、やっぱロシア弱ってるなって感じがあったんですが、ウクライナ戦争の1年目ってことですね、はい、でもう今年3年目になるわけですけれども、ね、多分今結構ロシア経済回ってるんですよね。回ってるんですね。去年も今年も 3% 成長ですから、成長してるんですね。やっぱ軍事を中心にちゃんと回ってるし、はい、でそもそも経済制裁ってあって200カ国中40カ国ぐらいしか参加してないわけなんでね。でこんな状態でどうするんだ、まあ、だからフランスなんかにとってみたら本当に手詰まりって感じじゃないですかね。まあ、武器弾薬が足らなくなってっていうことを想定していたかもしれませんが、北朝鮮から相当入ってるという話ですもんね。まあ、でロシア国内の軍需産業も今フル稼働の状態になっているんで、はい、まあ、一方でこれ半導体とかが足りないとか言いながら、これもね結局なんだかんだ言って第三国経由で入ってきちゃうんですって。でモルジブかどっかから半導体がロシアに入ってるとかって言うんですけど、そもそも誰がモルジブに半導体輸出するんだ。そうですね。なんかあれ日経かなんかがデータ付き合わせてやってましたけど、どう見てもね、おかしいんです。なんか不自然に2021年あたりからボーンとこう増えてると、うん、取引額が。そうそんなバカなと、ね、やっぱり経済制裁といってもやっぱ難しいんですよね。やっぱりそういうこう蛇の道は蛇じゃないですけど、抜け穴がいっぱいあるんですね。そうなんです、うん、さあでは続いてこちらのニュースです。
自民党が政策活動費の使途公開を検討。自民党は派閥の政治資金パーティーの裏金事件を受けた政治資金規正法の改正をめぐって、政党から政治家個人に支出し使途公開の義務がない政策活動費について公開の方向で検討に入りました。岸田総理大臣は昨日、法改正に向け刷新本部の実務者に対し、今週中に公明党と与党案について合意できるよう作業の加速化を指示しました。帰国してすぐ会ったのはこの、はい、本部の人たちと、刷新本部の人たちということでありました、うん。まあ、外交は票にならないってことを岸田さんぐらいよく分かってる人はないかもしれないですね。これでなんとにかく何か形をつけないと、はい、もう自分の明日はないっていう、そこの認識は正しいと思うんですよね。ちょうどね、4月の26日金曜日、ちょうどあの補欠選挙の前の金曜日の夜って、経済同友会の会員懇親会ってのがあって、まあ、そこに岸田さん来たんですよね。で、なんかアメリカですごいかっこいい演説したじゃないですか。はい、ちょっと変わるかなと思ったら、相変わらず紙を読んでまして、なるほど。その紙も途中で何度も突っかえて、なんか隣で聞いてた人が、いやもう5分でいいからちゃんと予習してこいよと、ここで初めて読むような読み方すんだよって、なるほど。まあそのくらいちょっと、まあいつも通り制裁を書いてたんですけど、その翌日の土曜日が島根県入って、そうでしたね。3カ所回って、はい、やっぱダメだったわけじゃないですか、なんかね、やっぱ本人的にはかなり切羽詰まってる感じがあるんじゃないですかね。まあね、その補欠選挙、うん、3つの選挙区、まあ、不戦敗2つとその島根1区は、候補立てて、しかしながら、8時投票箱閉まった瞬間に、相手候補に当確が出ると。だってあの日の NHK って大河ドラマを8時10分からにするってしてた時点で、はい、これ10分で全部ゼロ打ちできるって分かってたわけじゃないですか。なるほど、そうか、もう編成を見れば分かると。そう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 、なるほどなるほど、確かにそうだと。もうね、だから、はい、出口調査、はい、期日前の出口を見ると大体分かるっていうのがどうも NHK のノウハウらしくて。なるほど。でその傾向を見れば、今回すべて8時に当確を出せるぞと。出せると、まあそれぐらいちょっと流れが一方的になっちゃって、はい、でもこの政策活動費の使途公開っていうのは本当にこれでクリーンになるんですかね。まあ、これ野党各党はもう政策活動費をこうね表に出す、あるいはもう廃止すべきじゃないかというようなね、話にまで踏み込んでいますよね。そうするとこれで納得するかと、まあ、何かしないわけにいかんでしょうけれども、まあ、果たして本当に何ですかね、こういうのって本当実務者に聞いてみないと分かんないところってあって、はい、例えば連座制の導入っていうのもなんか政治家の秘書さんとかに聞くと、はい、絶対ダメとか絶対ダメ言いますね。意味がないってことですか。いや意味がないんじゃなくて、それやるとどの先生も殺せるようになるから。秘書としてこう潜り込んだ上でと、誰でも倒せちゃうから、それやったら大変なことになるとかって。だったら外部監査とかに任せちゃった方がよっぽど楽だと思う。外部監査は一つありますよね。まあ、でもこれね、岸田さんとしてはまあここら辺でこう蹴りをつけた上で、どうなんですか、やっぱり解散は打ちたいんでしょうか。まだ普通に考えたらありえないと思うんですけども、この支持率ではと、まだ諦めてないんじゃないかっていう感じは若干ありますよね。この週末の TBS の世論調査はちょっとだけ上がってましたね。ね、上がったんですよね、7ポイントぐらい上がったっていうのが結構話題になってました。ただなんかこのやっぱり補欠選挙の結果見てしみじみ思ったんですけど、やっぱり3年間のコロナの後のリセット願望とかね、はい、あとやっぱ物価上昇に対するこの不機嫌な思いとかね、いっぱいあって、でそれに対してまたなんかあんまり気づいてないように見える岸田さんというこのもどかしさっていうのもあって、はい、簡単には許しちゃもらえないだろうなって感じはしますね。
6月以降賃上げの効果が出てきてってところで、どうなんですか、機嫌は治るもんですかね。そうなんですよ。要するに3月の春闘の、はい、結果が出るのって6月の給与明細ぐらいからですからね。で、まあ、これプラス減税もあるしね。以上、おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてニュースプラスワン、こちらのテーマです。2024年度の企業倒産1万件超えか。東京商工リサーチは負債額が1000万円を超える1000万円以上の2024年度の企業倒産が前の年度から 10% 以上増えて1万件を超えるとの見通しを示しました。原材料高や人手不足が収支を圧迫し、資金繰りに窮するケースが相次ぐと見ております。人手不足倒産というものが出てきたんですか。確かに最近ラーメン屋さんがなくなるっての結構見ますね。おー、はい。まあ、まあ、今ここのタイミングで企業倒産増えるっていうのは、まあ、コロナの3年間人為的にもう潰させないように、はい、まあ、ゼロゼロ融資なんてことをやって、はい、抑えて、いた分が、まあ、今ここへ来てちゃんと普通に金利を取るようになったら、はい、まあ、倒産増えると。これはまあ、ある意味トレードオフだと思うんですよね。で、ただここへ来て問題は原材料高と人手不足ということで、はい、それに耐えられないところも出てくるってことだと思います。ただこれ倒産と起業ってこれ常に、はい、経済には両方あって、しかるべきなん でそうするとまあ大事なことは、生産性の高い分野への雇用の移動っていうのを、はい、まあ、効率よくやっていくと、まあ、そうすることによって、まあ、個人の所得も増えて消費が伸びるし、まあ、日本経済全体の成長力も上がるということなんで、まあ、そこのまあ雇用の移動の円滑化みたいなことをどうやってやっていくかっていうのがこれからの課題になると思います。まあ、その辺ね、労働に関する統計、まあ、月末に大体出てきますけれども、うん、はいはい、直近の、まあ、3月の数字が4月末に出て、うん、どうですか、失業率はまあ横ばいぐらいで、で、まあ、有効求人倍率はちょっと上がったみたいなのが出てきましたけど、そうですね、まあ、就業者数とか見るとやっぱり高いんですよね、全体的に。で、ただまあ、そのラーメン屋さんの倒産というかまあ閉店なんかも典型ですけども、はい、今やっぱラーメン屋さんでいうと特に1000円の壁ってはい、という問題っていうのがあって、1000円超えちゃってるところはまあいけるんだけども、はい、そうでな、それがなかなかできない店もあって、そうすると一体どうやっていくんだってことですよね。で、それこそ豪華な具材を乗っけて高いのにするのか、はい、あるいはもう本当に精魂込めたスープを作って、まあ、それこそ行列ができるような店でやっていくのか、あるいはもうチェーン店で、そこで安くしていくのかとか、まあ、本当にいろんな戦略を迫られつつあるだろうなって思いますね。まあ、どうお店としての付加価値をつけていくのかみたいな話で、選ばれる店になっていくっていう、今までのようにこの価格競争力だけでっていうわけにいかなくなってくると、うんうん、そうですよね。もうバイト、うん、アルバイトさん雇うのも大変になってきてて、はい、そうするとね、これから後っていうのは本当大変ですよね。これただ、まあね、今吉崎さんラーメン屋さんを例にとって出してもらってますけど、この先いろんな工夫をしながらそこにイノベーションがとか、まあ、他の業界とかも含めてですね、これうまくすれば成長のきっかけにもなりうるというところはありますかね。まあ、何よりまあ、これだけ、人手不足になってくると賃金上がりやすくなるんですよね、はい、まあ、今まで我々ずっとその賃上げの話、はい、企業の中の賃上げの話してるわけですけれども、これ実際最近の総合商社なんかでもだいたいどこを見ても、10年で3割辞めるみたいな話になってて、じゃあ どこ行ってんのかよく分かんないわけですけれども転職によって、まあ、
あの待遇改善を勝ち得ていくっていう人がこの後出てくるはずなんで、はい、そういうふうになってくると意外と賃上げのテンポっていうのは今考えてるより早くなる可能性ってあるんですよね。そうすると物価と賃金の好循環に行くかもしれない、あの物価と賃金の好循環の話は今ほとんど賃上げだけでしてるんですけれども、はい、これに雇用の流動化っていうのは重なってくるともうワンテンポ早くなっていく可能性があります。お送りしております。 OK コージーアップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは双日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。では続いてこの時間はここだけニューススクープアップ。日銀の黒田前総裁が円安は一時的と述べる。日本銀行の黒田晴彦前総裁は今月2日アメリカニューヨークで講演を行い、4月29日に34年ぶりに一時1ドル160円台に下落するなど歴史的な円安ドル高の状況が続いている円相場について、円安は一時的なものだと思うと述べ、長続きしないとの見方を示しました。まあ、その後雇用統計アメリカの数字があんまり良くないなどなどあって、一時は151円台まで 円高が進んだりもいたしました。連休中は結構触れてましたね。そうですね、しばらくこれで150円台前半が続くのかなと私は思ってるんですけども、つまりあの日本政府 の、はい、あの介入っていうのはゴールデンウィーク待ってたんですね。あの市場の参加者が減るタイミングを狙ってガーッと出てきて、はい、でみんながわーっと驚いたところでとりあえず水準をあの何円か戻して、はい、まあ、そうすると、まあ、あの円買い、あのドル買い需要のある企業にとってはもう助かりますんで、まあ、そこで、まあ、必要な人は慌てて、はい、まあ、買うと。でただこれあの今週本当にあの普通に市場が元に戻ってくるともうちょっと手は出しにくくなるんで、とりあえずこの150円台前半まで戻したことでしばらくまた様子見るんじゃないですかね。まあもうこのところのこの円安、円安大変なことだみたいな話ってもうここ1年ぐらい言ってるところもありますが、そう、あのなんかねこれやっぱり以前の円高が大変だというのと今の円安が大変だっていうのは、はい、なんかどちらもあの自分の力でどうしようもないっていうようななんか感じもは似てるんだけども、はい、今のやっぱ円安を嘆いてる時の方が自分たちの国の力が衰えていくっていうのと重なってるんで、より立ちは悪いと思いますよね。なんか安いっていうのの言葉の語感的にも、あの日本が安くなってるとか、国力が減退してるみたいな風に捉えがちですよね。ただまあ、あのこれもあのちょっとものの考えようなところで、はい、日本って今でも経常収支を見ると20兆円ぐらいの黒字があって、まあ、貿易収支はちょっと前赤ぐらいになってて、はい、あとねサービス収支っていうのが最近ちょっと赤字が増えてて、それ何かっていうと、あのクラウドファンディング、クラウドサービスなんかのあ分なんですよね。だから、はい、おじいちゃんがよくあのスマホに孫の写真とか載っけてる、これが数百円毎月取られてて、それが積もり積もって年間何兆円になってんですよっていうね、はい、そういう世界なんですけれども、あの一方でインバウンドで、まあ、外国人観光客が日本でお金使ってくれると、はい、でその分サービス収支って黒字になるんですよね。でも口の悪い人はこれはあの肉体労働で稼いだお金をね、はい、知能労働で払ってるんだっていう、まあ、そういうことも言うんですが、はい、あの基本今でも日本の、経常収支黒字になるのはあの所得収支っていう日本企業が海外で稼いでるお金っていうのが年間でいうと30兆円ぐらいあって、でこのお金を日本国に戻さないんですね。まあ、あのトヨタさんやホンダさんのアメリカ工場の儲かったお金はいちいち円に換えないで、アメリカに置いとくわけなんです。現地で再投資するなり、
ただこれだけ円安になってんだから、はい、もう少し国内に戻して、それこそ賃上げに使ってもよし、研究拠点を作るもよし、あんまりこの日本人自身が日本の未来を信用してないからこその円安っていう、ちょっと自己実現的な不健全なところがあって、ただこれはいかに不健全なことかっていうと、アメリカのインテルとか、はい、それこそアップルとか、ガンガン今対日追加投資やってるわけ。確かに研究拠点作ったりとか、いろいろ発表してますね。実は外国人の方が日本市場には期待を持ってて、こんな安いんだったら今のうち買っとけって話になってるのに、なんか日本人自身が一周遅れているんで、私あんまりこれ長期で円安になるかっていうとそうでもないだろうなと、はい、まあ、あくまでもこれ元は日米の金利差 でアメリカの景気は今後必ずどっかで悪くなるんで、はい、今はなんでこんなに強いんだとか言ってますけど、これ永遠には続かないんで、必ずどっかで減速してきて、まあ、実際に5月の雇用統計なんかではその兆しが出てきたんで、はい、大体夜明け前が一番暗いんで、円安嘆き節がちょっとこのピークにはこの辺でピークアウトするんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。これ連休中の谷間のところでニュースにちょっと産経新聞が書いてましたけども、レパトリ減税という海外から その稼いだ金を日本に持ってくるときにかかる、例えば法人税だとかっていうのを負けるって話を、海外子会社の配当を非課税にするっていう手ですよね、はい、でこれはよく使われる手で、まあ、過去にアメリカも期間限定でこれやると必ず企業が慌てて、はい、資産をドル転するわけなんです。で同じことを、日本でもどうだっていう話なんですが、はい、実はこれ2009年リーマンショックの翌年にですね、うん、はい、海外子会社配当金の 95% 損益、95% 益金参入っていうのを認めてまして、は、実はリーマンショックで大変だった時に海外に置いといたお金を随分それで持ってきて、はい、息をつないだってことがあるんです。だから本当の意味でレパトリ減税やっても残り 5% の分だけなんですね。そうなんですね。だからあんまり効かないよねっていうのが現実論なんだけど、はい、まあ、一方で、まあ、95% も 100% も一緒だろうと、というかそれだったらむしろもう なるべく国内持ち帰ってくださいよと、それを国内の雇用とか、研究開発に使ってくださいよっていうのはこれ政策として筋が通ってるんで、まあ、私もそれレパトリ減税の話っていうのはできれば6月の、骨太方針に入れればいいのかなと、はい、まあ、もちろんそれによるアナウンス効果も若干は期待しての話ですけれども、相変わらずですからね、日本企業が稼ぐ力って、はい、衰えてないんです。なんとなくもうダメだみたいに思って言う人が多いんですけど、はい、ワールドワイドで見た日本企業の、お金稼ぐ力は、はっきり衰えてないです。第一次所得収支っていうんですが、それが年間30兆円もまだキープしてるんで、はい、なんかこの国内だけ見て、なんとなくもう日本には未来がないみたいに言っちゃう人、はい、多いんですけど、はい、そんなことないと思います。そうすると稼ぐ力がまだまだあるってことだと、それをどううまく使って日本人にも潤わせると。そうなんですよね。だからこの間うちの社内で聞いたんですけど、うちの会社で海外子会社のお金ってどこに置いてんの、はい、どっかシンガポールかどっかに貯めてんのって聞いたら、いやそんなことないよ、ちゃんと国内持ってきてるよ、東京に置いてるよって教わって、そういうもんなんだって、逆に驚いたんですけれども、多分ねメーカーさんはやっぱり持ってきてないんですね。海外においてヘッジしとくと、商社って割とね子会社に対して、はい、ちゃんと配当しろって口酸っぱく言わなきゃいけない立場なんで、お金は東京に持ってくんですって。なるほどなるほど。その辺はその子会社の関係性の違いだったりとか役割の違いってのが、そう意外とこんなこと分かってなかったって、はあ、
でもね、そうやって持ってきたお金をこう、生かして使うことができれば。そう。いや、だから企業、企業自身としてはね、別にどこで儲けようが一緒なんですよ。あ、うん、それで儲けりゃいいんだけど、はい、ただ日本経済論というかもう全体見たときにはそれをなるべく、東京に戻して使ってもらうっていう、そういう配慮をしなきゃいけなくて、はい、まあ、レパトリ減税なんかもその一つの手段ってことになるかと思いますね。なるほど。このコーナーも含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。